皆さん、こんにちは、ペロと申します。本動画はファイナルファンタジー8のやり込み動画です。PS1 オリジナル、ポケ捨てなしでのプレイとなります。1999年当時は途中で折れて最後までやり込めませんでした。最新の技術で最後までやり込めるかどうかを検証していきたいと思います。プレイの方針としましては、ただプレイするだけでは簡単なので初期レベルでのカンストを目指しますが、ゲーム内時間の600時間を目処とします。お付き合いのほどよろしくお願いします。よろしくお願いします。早速ですが本編のカードゲームはどうするの？カードゲームも初期カードでいきますがランダムハンドが強くなってしまうのでランダムハンドだけは消します。オープニングが終わったら急いで会員番号1番のところに行きます。すでにキスティス先生のカードの奪取方法は確立されているね。全く同じだと面白くないのでタイミングをずらして別のパターンにしてみました。会員番号1番、思考パターンは B ですが持ち札は2と5だけなので逆に強いです。キスティス先生のカードを持っています。初期カード7枚のうちで、この5枚を選ぶ理由は何で？数百回の検討で最終的にこの5枚に行き着きました。じゃあ、しょうがないな。ここでキスティス先生の弱点を晒して廃棄する理由がわかりませんでした。キスティス先生のカードは会員番号1番から取らないで、思考パターン C の会員番号2番から取った方が賢いです。無事ダッシュできました。何回あった？ニューゲームからをたったの数十回です。走る少年、思考パターンは E で、持ち札は1と2と3です。コモグリのカードを持っています。初期カードでは、10回に1回くらい負けます。いやに長いな。負けると次にコモグリを出すまでが長いので強行しています。勝ちパターンが見えました。思考パターン E と F は、配置場所の優先度がすでにわかっています。取る札がない場合は、上段左から右、中段左から右、下段左から右の優先度で置きます。ほーん。無事ダッシュできました。オープニングが終わって会員番号1番のところに直行したので席に戻りました。ここに限らず、GF を取り逃したらどうなるの？取り逃したら二度と取れない鬼畜仕様です。イフリート戦前にカードのアビリティを覚える作業をします。スコールを寝かせてからグエルを40体狩ります。1時間以上かかりますが、この後の作業に比べれば一瞬です。GF を使うのはここだけなので我慢してムービーを見ます。少年だったこれは、応援、連打してたわ。
で、キスティス先生の経験値がリミットに達します。カードを覚えたら次は魚取りをします。魚を倒さないようにカード化で10引き取って、カード変化を覚えます。魚取りは時間がかかるんだわ。まったくだわ。なんでリマスターで始めなかった。魚を取り終わったらバラ向こうに向かいます。アルテミシア様にお願いしてカードルールをフルにしてもらいます。2回目でフルが出ました。この後は50時間程度カードゲームをします。マジか。犬の散歩少女、思考パターンは F で、持ち札は1から5です。このお姉さんが最弱なので、飽きるまである程度集めます。手番が見えました。マジか。取る札がない場合は、上段左から右、中段左から右、下段左から右の優先度で置きます。札を取る向きも、上から、右から、左から、下から、の優先度で置きます。イフリートのカードを入手後なら、2パターンだけ覚えれば負けなそうです。相手の手札の1枚目と2枚目に下位置がない場合、ゲスパーを右下、ハウリザードを下中央、イフリートを左下、上に強い札を中段左で後手は勝てます。ここで強い札を集めておけばいいね。相手の手札の1枚目と2枚目に下位置があった場合は頑張れ。ダメやん。勝てました。
三つ編みの図書委員、思考パターンは F で、持ち札は1から3です。絶対に勝てるのか？勝てないパターンもあります。ダメやん。見えました。マジか。トルフ札がない場合は、上段左から右、中段左から右、下段左から右の優先度で置きます。札を取る向きも、上から、右から、左から、下から、の優先度で置きます。熱血男子、思考パターンはE で、持ち札は2から4です。2から4までを集める場合は彼から奪います。見えました。マジか。思考パターン E は思考パターン F に取られないようにトルが追加されます。本棚前男子、思考パターンはEで、持ち札は1と3から5です。見えました。マジか。ここまでに紹介したプレイヤー以外は強いので相手にしない方がいいです。初期カードとかやってるのお前だけだわ。作業を100時間程度したのでイフリートを雑に倒していきます。すべて最大まで集めるのは無理でしたので妥協しました。ダメやん。初期レベルだとこうなるわな。ですよねー。イフリートを入手したので10時間程度鍛えます。ガーデンに戻るとキスケス先生が抜けて効率悪いので、ここで頑張ります。属性にブリザがつけて2発でカード化します。趣味族のカードを10枚集めておきます。なかなかレアカード化しないんだわ。乱数調整や確定行動パターンを知っている人は教えてください。分で調べろ。ドロップもブンドルも行動パターンで乱数判別できるのが分かったのは最近なんだ。じゃあ、しょうがねえな。これは数ヶ月前の出来事だからな。
カードになった。電波塔前にすることは110時間程度で妥協しました。600時間のうち、すでに100時間使ってしまった。このペースで終わるのか、わからん。最強のサイファーを鍛える準備はできたので、ストーリーを進めます。今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。次回は電波塔です。何に100時間使ったんだ。覚えてない。